ビックリズは、シアトルマリナーズの専属アナウンサー。ファインプレイなどが飛び出した時の口癖ホーリー、スモークスや、ホームランが出た時のフレーズ、グッバイ、ベースボールで知られる。1975年に、南イリノイ大学カーボンデール校を卒業し、その後ラジオなどの実況を担当した後、1983年から、 マリナーズの専属アナウンサーになりデーブ・ニーハウスが死去するまでニーハウスと交代で解説者デーブ・ヘンダーソン、デーブ・バジェ、ロン・フェアリーラとコンビをク組フォックススポーツネットの放送で各地からマリナーズ戦のアナウンスを行っている二千一年四月十一日のオークランドアスレチックス対シアトルマリナーズ戦の八回裏アスレチックスのラモン・ヘルナンデスの偶アンダで一塁から三塁を 狙った、テレンスロングを、ナイトの一郎が補え殺した時の矢のような送球を、実況していたリックリズが、レーザービームと呼んだ。以来この表現が日本にも広まった。ありがとうございます。